おはようございます。私は12時過ぎでもおはようございますでございます。ずんずんぽいぽいの喧嘩ラジオ。ねえ始まりました。第30回、30来ましたよ。30周年喧嘩ラジオ。30周年じゃないですよ、30回ですね。あ、ごめんなさい。はい、すいません。半年ぐらいか。あ、そうです。すみません。僕1週間を1周年やとずっと思って生きてきました。すみません。反省します。ちょっとまあ髪型が調子乗ってますね。そうで髪型は謝りましょうか、一回じゃあ。僕のですか。はい、髪型調子乗ってる時一回謝りましょうか。いや、進撃の巨人のリヴァイみたいでしょ。だから調子乗ってるんですよ。センター分けにして私は。あんな強い人じゃないからあなた。すみません。あれ圧倒的戦力やからね。人類の希望やからあれは。あいつが。僕はちょっと見てないんですけど、背は低いね、こっちは。あいつが死ぬ時も来るんですかね。僕はその見てない進撃の巨人さんの。リヴァイはでもほんまに強いからな、なんか意味わからんくない。あ、もうそういう、ほら、ワンピースでいうエースが死んじゃって。ああ、まあまあ、でもエースが強いっていう、なんかそういう感じは見てなかったけど。まあね。まあそうか、じゃあリヴァイさんはもっと強いんだね。エースはなんかわけわからんちっちゃい船でずっと旅してるっていうイメージしかなかった。ストライカーっていうね。勝手にな。勝手になじゃないよ。仙台にな。あれ探してね、あれ黒家探してね。勝手にな。白ひげの船もあんの。いやいや、第30回始まりましたね。はいはい。今日はどうですか、趣あると思いませんか。今日は趣ですか。今日はああ、まあ少しあるかな。私がね、自分の足で見つけました。上石神井にありました。え？日本酒バー女狩人とかやってます。女狩人ですか。女狩人、一応店長はまあメス狩人っていうらしいですけど、一応クレームが来るみたいで女にしてるみたいですよ。はいはい。女狩人もクレーム来そうですけどね、全然余裕で。まあ時代が時代なんでね。まあ日本酒はね、おかみさんがもともと狩人されたってことですか。全然違う。狩人って多分もう差別用語ですよね。狩人も歌を歌う狩人のことらしいです。え、あずさ2号歌ってる。あれはデュオだったじゃないですか。あの狩人のことらしいです。女狩人ってどういうことですか。女性がデュオで歌ってるってことですか。いや、なんか狩人の前にただ女つけただけらしいです。あ、狩人のファン。あ、これ狩人バーみたいな感じですか。そうですよ。はい。あずさ2号っていう日本酒もあるんで。あ、じゃあちょっと飲んでみようかな。じゃあいただきます。これあずさ2号です。あ、すいません。じゃあちょっといただきます。はい、どうぞどうぞ。あれですね、チアシードがいっぱい入ってます。そうなんですよ。お腹いっぱいになりますわ。やはり気を使ってくれてる。あずさ2号はチアシード多いですね。だから美味しくないでしょ。美味しくないですよね。はい。お腹でも膨れたんで。あ、いいですね。はい。私ダイエット中なんでね。あ、そうですね。おやつでもね、リバウンドしましたよ。見事に全体重。あらら。減った分全部リバウンドしたんで。プンクタン？プンクタン。プンクタンってお前、おい。プンクタン。血繋がっとんか、俺と。プンクタンであり脇が。脇がプンクタン。脇がプンクタンのザ・オノ。いや、違う脇があんたや。いやいや、なんか俺こそ脇がって書いてたな、ツイッターで。気分悪いぐらい脇が。で、脇がではないです。ライブ出んな。脇がやからライブ出るな、今後。脇がプンクタンですよね。脇プン、脇プンです。脇プンですね。ね、はい。なんかありましたか、最近ですか。まあまあ、まずまあ大きな物事といったら我々にもね、我々からもう2人ともまずね、共感も得て一番大きかったやっぱ物事。ああ、はいはい。それをじゃあ今日のテーマについて話にしましょう。金元気容疑者が捕まりましたね。捕まりましたね。心とか逃走して東京警察病院から逃げてたおじいちゃんね。結局都内で捕まりましたからね。ね、都内で捕まってやっぱ怖かったもん、我々も。捕まった理由聞きました、ニュースで。聞きましたよ、もちろん。疲れたって言って、逃走に疲れた。でも出頭したらカメラがいっぱい来て恥ずかしいから迎えに来てって言ったらしい。そうそうそう、電話して警察に。目白の公衆電話からね。まだ公衆電話のところに僕らが使うぐらいチャチいカツラ置いてましたね。それつけて逃げてたみたいだから。元気容疑者カツラかぶって逃げたってこと。カツラはないよ。カツラかぶってあかんよ、それは。帽子かぶらないと。金元気容疑者捕まってよかったですね。東京の治安もこれで守られたわけですよ。40治安下がったらしいからな、あの人が。治安の数字っていうのが何をもってして何か分からない。僕この間も事務所ライブで言いましたけど、治安ゼロっていうのが一番いいのよ。治安ゼロが一番よくて、治安100っていうのが一番あかんの。治安ゼロはどこですか。治安ゼロは僕の地元のね、全然違う。いやいやいや、あなたの地元で最近有名な人捕まったでしょ。有名な人捕まったじゃないですか、治安100の男が。ああ、宮崎文哉さんは人オーダー野郎、人オーダー野郎、人フルオーダー野郎が彼のむちゃくちゃ実家の近くやねんね、家のすぐ近く、多分前回話したんちゃう？あ、そうか、話した、前回話した。治安ゼロちゃうやん。え、全然治安ゼロちゃうやん。あの人おらん間治安ゼロやって。あいつの煽り運転してないから、多分あの人のとこな、ギリギリ安倍の区じゃないのよ。あら、ちょっとそれ出んのよ。あいつは東住吉区よ。あれ、天王寺区でもないんよ。違う違う、天王寺区全然違うね。あんな場所じゃないで、天王寺区。あ、そうなんや。うん。はあ、そんな端っこやったんですね。うん。はあ。私の話なんですけどね。はい、どうぞ。以前ね、ケンカラジオでも話した、はい、酔っ払いが来て、一人の女の人と3人ぐらいで来て、結構年いった、はい、北斗三兄弟ぐらいの人が、ボコーン、ボコーン、ボコーン、セックスしようぜって言って、昨日来ましたよね。あらら、あら。これはね、寄ってなかったんですよ。あれ？シラフの状態でね、言ったら、ケンシロウの位置におるやつ。はい。キシャーキシャーって笑うやつ。もうなんか言うてたな、前。そう、多分前回、結局、姉子に怒られた。姉子を連れてくる要因となった、多分そいつがラオウやな。はい。じゃあ、ラオウがドゴンドゴンか。いや、トキや。トキとケンシロウだけで来て。まあ、最初、ケンシロウだけが来てて、まあ、ハイボール2杯頼んで。はい。で、あ、どうもどうもみたいな感じ。別に愛想もやね。まあまあいい。お酒持ってきますか？あ、すいません、お願いしますみたいな。で、その後、時が来て、おう、飲んでんのかよ。俺今日飲めっかなみたいな感じ。まあ朝からや。朝6時や。んで飲み出してたらもう、ハイボール2杯で2人ともぐてんぐてん。おやーだから、金がないからさ、これ時が言ってる。時がね、はい。ハード生活だよ。悪いけどもね、ハード生活だよ。で、よう見た入れ墨も見えてまして、まあタトゥーやな。お互い多分ど方やねんな、話聞いたら。なんか下板を作って初めて作っていけるからみたいな話して、恐ろしい事実が一つ判明して、何ですか？時はもう白がいい年で、その若いって言われてるケンシロウも結構いい年やねんけど、いやもうふざけんなよってボスに呼ばれてよ、俺行ってさ、こうこうこうして、いやもう勘弁しろ、こんなの社員じゃんって言って、え、おうおうおう、社員ちゃうんと思って。ってことはフリーターでした。フリーターかい。フリーターの北斗三兄弟かい。北斗三兄弟のラオウは知らんけど、まあまあトキとケンシロウはフリーター確定しました。フリーターかい。白髪で結構な年でフリーターかよ。ちょっと泣きそうなったな、あれは。東京の闇ですね。ほんで金ないまで言ってたし、東京の一つの闇ですね。やっぱ姉子おらんから元気なかったな。やっぱ姉子がいるんですよね、あそこには絶対な。ボーンやりたいんでしょ。結局たまに来るアンジみたいなやつおんのよ。ルローニケンシンのムキムキの修行僧みたいな、下駄で実際来んねん。色黒いさ、顎ひげ生やしたさ。それアンジちゃん。いやほんまアンジ、顎ひげないけど、二重の極み教えてくれた人やんね。そうそうそう、でかいやつカランカランカランって来んねんけど、前むっちゃギャル怒ってた。全然知らんと、席離れてる。むっちゃ席離れてんねんけど、そいついつもは豚汁納豆定食しか食わへんねん。もう一切何も言わんと食うで。ギャルが「なんとかだからなんとかだからさ」って一番端の席下げてポン「うるさい！」ってまた食ってた。ギャルやっぱ静かになった。あ、じゃあアンジに怒られたから。いやアンジよ、絶対それはほんまもんの。アンジは毎日食うねん。朝7時にカランコロンカランっつって。アンジはフリーターじゃないんかな。いやで、アンジやっぱ坊さんやなと思って、カランコロンカランってこの間見たらね、まあ沼袋駅のね線路舗装してました。その方ですか。そうでした。細いんだからですね。つなぎきてましたわ、日頃は。ああしっかり。これその仕事前かな、まあそうか、仕事終わりか、夜中にやるもんな。ややこしい格好しやがってあいつ。夜中に仕事やってルーティーンなんですかね。夜ご飯で、まあ最後のご飯をそこで食うんでしょうね。下駄履いて。あなた何かありましたか？私ですか。はい。私はね、細田君と、めっちゃ細田君って友達がおるんですけど、大事な友達ね。彼と高円寺の阿波踊りに行きましたね。ああ言ってたね。はい。え、2人で行ったん？2人で行って。親方君は？親方君は寝てたっつって、珍しく。寝てて、それ何？親方君寝てて。珍しく寝てた。珍しく寝るやろそれ。ごめん。寝ちまってたって言うから、あ、ええ、怒られんかったってことか。まあ8時ぐらいに終わるんでね、素晴らしくてよくて、でなんか細田君とよう僕も10年ぐらい飲み歩いてるんですけど、うん、なんか休まずもう休まず10年間飲み歩き、なんか急に変なこと言われて、うん、バーってビール飲んでて、うん、まあ、ビールおいしいやん、暑いし、うん、人も多いなのでビールなんか外のビール1杯か2杯でやめて、珍しいね。なんかっていうの、あれ今日体調悪いって聞いたら、いやお前にはずっと言ってなかったけど俺ビール嫌いやねんっつってよ。自分であいつめっちゃ飲んでるやんいつも。ビールしか飲まない。俺らの前打ち上げでも。だって俺細田が2人飲み行ったことあるけど、ガバガバビール飲んでない。俺2人で中華行った時ビール嫌いやねんっつってハイボール頼み出してんけど、今までじゃあ遠慮してたのか嘘ついてたのか何やったんやろうと思って。何が好きなの？あ、焼酎とか好きやな。でもな、うん、焼酎でいっちゃん好きなのはマッコリっつう。えそれ飲んでるとこ見たことない。元力士でしょ。元力士がマッコリ飲んでるとこさ見たことない。じゃああれも嘘やったん。俺細田と2人で夜中中華行った時さ、あいつビンビンガーって入れて行ったな飲みながらさ、小野さんそろそろ本気出さなあきまへんわって言われて、小野さんは本気出さなあかんっつってむっちゃビール飲んで、あのビールもまずかったあいつ。そう、多分そう、今の人の顔でビール飲んで説教して俺に。この10年間の記憶を思い出して、ライブもずっと一緒にインディーズをやってた。ビールしか飲んでへんであいつずっと嘘ついてない。まあそう考えるとすごい精神力やけどな。人に合わせてたのかな。秀吉と一緒や、うつけを演じてたみたいなね。ああね、そういうことか。曹操とかもそうやからな。いや、三国志のあいつは真っ先に三国志のそう豊臣秀吉めっちゃ細田ってこう並べる。あいつ真っ先に突っ込んで死ぬタイプちゃうか、調子乗って。どっちかっていうとまあ神風感じやもんな。神風の方でしょっていうのがあったんで、彼、まあ、今後も彼の動向に、ね、ビール飲んでる写真あったらみんななんか突っ込んでやってくる。そこまでよ、もう嘘って分かったからね、不思議なことが多いもんですが、多いもんですね。と言ってるうちにね、なんと今回結構大量のメールが来ていてましてね、いただいておりますから、こちらの方もね、ガンガン読んでいこうかなという、ガンガン読んで、ガンガン無視しましょう思っておりますのでね。あー、まあやめますわ。はい。はい。気持ち悪い。では、ケンカラジオメールなんて、いや、なんかしゃべり方気持ち悪かった。まあまあやめますわ。気持ち悪い。ね、これ寄った時のマイルドさん。まあまあ、チンコ出すけどね。って言ってからチンコ出すからいつも。ごめん、最後切れてな。じゃあいきます。はい、じゃあまあやめますわ。はい、ケンカラジオメールのお時間でございます。では早速いきましょう。読んでください。はい。5つ目。はい。悔い改めます。お、なんですか。こんにちは、ずんずんぽいぽいの新舘さん。そして構成作家の太郎さん。あ、間違えてますよ。太郎さん、こんにちは。あ、間違えてますよ。教えてあげてください。ドググリマスです。あ、ドググリさん。この前の投稿でアビスゲート行きになってしまい、うん、すいませんでした。いやいやいや、君が悪い。まさかアビスゲートに行くなんて、君が悪いからいいよ。メドローアすら聞かないレベルになっていたことにびっくりです。あら。そこで今回はアビスゲートに来られない人のために、はい、内容を柔らかくして再度投稿したいと思います。優しいね。不謹慎やお下劣なお話もいいけど、はい、たまには音楽の話をしましょう。あ、めっちゃいいよ。音楽というものは時とともに変わっていくものですね。そうですよね。音楽祭と言われる行事も日本の各地で行われていて、若い女性の間でも人気ですね。はいはい。映画「ボヘミアン・ラプソディ」が大流行しました。ね。エルトン・ジョンが主役の「ロケットマン」という映画も同じような歌手を主体にした映画で人気が出そうですね。同じような、そうやね。エルトン・ジョンは個性的な歌手ですが、苦難を乗り越えたイギリスの成功者です。そうです。名曲「アイム・スティール・スタンディング」は人生を諦めるなという強いメッセージがあります。いい歌よ。このエルトン・ジョンは同性愛者としても有名ですが、同性愛者を認めない一部の宗教でコンサート中止のデモを行われるなど、現在でも同性愛の理解に向けて世界で戦い続けています。海外の血が入っている私もさまざまな差別を受けてきました。ああ、大変。マイノリティの人たちの理解は必要だと思います。しかし、その権利を横柄に主張し、権利を利用して特権を得ようとしている人たちも残念ながら世の中にはたくさんいます。なんか信用ね。私はストレートですが、人の趣味嗜好はそれぞれあり、はい、同性愛者や小児性愛者であっても公平に接してやることが大切だと思います。はい、私は同性愛者がメンバーにいるバンド、はい、シザーシスターズもクイーンも大好きです。さて質問です。お二人が行った思い出のライブは何ですか？あらら、ケンカネームネプチューンマン改めドググリマス。あ、そこはいらんよ。PS 何これ？文が長いだけで何にも面白くないやん。いやいやいや。ドラクエ7かアークサルド2くらい長いやん。長かった。ムカつく分やん。ロマサガ3で仲間から外れない銀融詩人みたいなムカつくなあれ。あれムカつくなあれなあれムカつくわ。 BUC はね、あれマジ行ったら勝手に抜けてくれるっていう。そう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 。前回人空だけは読んでくれてありがとう。あ、ちなみにタチアナっていうキャラもおるからね。ああ、タチアナおった。タチアナも抜けてくれへん、うん、女の子おったおった。前回人空だけは読んでくれてありがとう。あ、いや面白かったから。2年9ヶ月越しの大作、お腹に幸せスープをあげるね。あのお腹に幸せスープはね、ぐちゃぐちゃまずい野菜スープやね。何なんですかこれ。あのね、一番最初第1話でね、風介に飯食わしてくれたおっちゃんの得意料理やねんけど、風介がマジいぞって言いながら食うねん、笑顔で。おお、笑顔でな。これお腹に幸せスープ。ちょっといい話っちゃいい話だから。重水の家かな。重水やったかな、キャラ。ちょっと僕はあれですけど。ということで、ひたすら真面目な分送っていただきましたね。そうですね。これ真面目な時、次が怖いよ。次が怖いよ、これ。長かったなと思って。真面目で。ムカつくな。ムカつく。俺はムカついてるな、すでに。ネプチューマン改めもそんないらんからな。これ多分毎回書いてんじゃん。なんかこの前もなんか書いてた。さあ、これ大事なのはね、質問ですわ。はい。お二人が行った思い出のライブは何ですかという。お二人が行った思い出ですか。行ったか。お二人が行った思い出のライブかな。はい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 。ああ、まあ前も言ったけどあれちゃうか、パンクスプリングじゃん。俺が生まれて初めてフェス行ったの、大阪で。横に古谷健二がおったっていう。そうそうそう。古谷健二とビール買うとこでラグワーボンっていうバンドのめっちゃでかいギターの人がおった。工事のヘルメットかぶりながらビール買っとったな。あと目の前にシンプルプランのギター持って白い服着てな、かかと落としが当たるぐらいして低かったよ。みんなに写真撮られまくってたっていう思い出の。ちょっと離れたところで拓磨さんが腕組んでな、テンヒートずっとこう睨んでたな、会場を。何を思ってたのか拓磨さん。あとね、KJ 古谷健二さんはね、優しいですね。自分が歌ってわーって盛り上がってる時にね、あれ何、サークルが2個できちゃったのよね。サークル、そうそう。言ったら、ああ、そっちに1個できちゃってるから、真ん中でやられると危ねえぞ。2か所でやんなよっつって。怪我すんなよ。優しかったな。かっこよかったですね。あの日はバッドレリジョンがトリとかやったかな。そう、僕、ウィーザーが見れたから。バッドレリジョントリとか。じゃあ、ウィーザーがトリやった。あ、じゃあ、バッドレリジョンの時はまだちゃう時か。バッドレリジョンの時あれじゃないですか。あなた、ぶち切れた時じゃないですか。あれもあるし、バッドレリジョン。あ、そうか。そうそう、バッドレリジョンはそれで、あ、違う、バッドレリジョン2回出てる。バッドレリジョンの時はこれちゃう、まさにファイナルの時だ。そうそう、トリの時ね。トリの時ですよ。そっか。まあ、とりあえずどっちにしろ、太郎さんがブチ切れた回っていうのは確定してますからね。2017年ブチ切れた。ブチ切れました。ビール25杯ぐらい飲んだから。お前は性格悪いの！つっていきなり大声叫んで、みんなおる前で。2万人おる前で。やめてっつって。お前はほんまに性格悪いな！超えた。お前なんかほんま最悪い！ってさっき歩いて行ったけど待ってたの駅で。いやいや、そうなんだ。こっちにらみながら待ってた。乗るなお前電車っつって。それですかね、思い出ですね。2017年のパンクスプリングですね。ノー FX とかも出てね。出てました、出てました。ね。これがよかったです。あの人、誰やったフラッシュマンとかも。ゼブラヘッドがね、日本語でいきなりね、万国臭いって言って。そうそうそう。そう、ずっと言ってました。魚の匂い。そうそうそう。万国臭いしか言う。その声ね。ね。その日でしたね。というわけで、ドクグリバスさん、ありがとうございました。ありがとうございます。またね。また待ってますね。はい、さあ続いていきましょう。はい、タイトル、10月26日にアビスゲートあります。アビスゲートライブあります。そうなんですよ。いや、まあ俺らがやるって言ってるから俺らが知ってるけどね。まあ言ってくれてるのかな。誰、ありがとう。こんにちは。後々の実を食べた全身メドロワ。メドロワ、まあ後々の実で何かさせてください。全身ラスベイフリズムです。お、あんちゃん膝裏が特にかゆいです。いや、まあそういうことやん。質問です。お二人はコートに入るときは左足からみたいなルーティンをお持ちでしょうか。いや、そのお餅じゃねえよ。お餅だったら食べちゃうだろう。食べちゃいはしねえよ。一部ボケを磁石のネタから言うよ。やめなさい、やめなさいよ。先週小野さんがバランスボールを買ったとツイートしてた2日前に僕もバランスボール買いました。さすがに運命感じちゃいますね。買ったはいいのですが、なかなか使う機会がなく、ボールに空気を入れる作業が一番カロリーを使いました。何かいい使い方ありますかというふうにね、これ画像送られてきてね、バランスボールの上にね、テレビのリモコン置いてるんですけどね、これ僕もね、ツイートしたんですよ。はいはいはい。パクられた？パクられました。まあでもこれ正しい使い方。バランスボールの上に、バランスボールがね、体幹を鍛えれるものなんでね、僕はだから、とりあえず、ね、手始めにね、テレビのリモコンの体幹を鍛えるってのやってたんですよ、家で。はいはいはい。なんか、寂しかったな。寂しいわな。テレビのリモコンの体幹を鍛える。それをあんちゃんが。あんちゃんもだからやり方、もう自分自身の使い方わからんから、とりあえずリモコンの体幹を上げてるってことですね。そういうことね。はい。そういうことね。そう。何かいい使い方教えて、僕はちょっとよくわかんないね、バランスボールは。僕はね、佐野さんに勧められたのよ。佐野史郎さん。いや違う。あ、違います。うん、すみません。佐野史郎さんとパクった名探偵コナンのキャラで今野史郎さんと。いやめっちゃ分かってるやん。眼鏡かけてんの。一緒顔一緒やった。もうパクってる。今野史郎さん。それは知らんかったです。ありがとうございます情報。シーチキン佐野史郎さんです。僕が言ってるの。シーチキン佐野史郎さんです。あの人史郎掴んで。佐野さんが佐野さんはねジョジョのね。荒木先生がね、なんか一回書いてたね、すべての物事は球体の上でやることによって、なんかみたいなこと書いてた、正しいことに使えるみたいなを聞いてから、あの人はそのバランスボールを買って、球体の上で、あの人バランスボールやってるのよ。で、僕、膝ちゃん、僕、腰がさ、痛いからさ、そう、まあ、仕事がね、バイトが腰結構、負担かかるやつやから立ちっぱですね。常に痛いんやけど、バランスボール使うと痛みなくなるよって言われて、で買ってやってます。どうですか痛み？あ、痛いっすね。緩和されてきたとかはないの？緩和されないですね。でも体幹は上がってると自分で思ってる。本当ですか？なんでですか？姿勢良くなったとかですか？なんですか？目覚ましなしで起きれるようになって。それ体幹は関係ないんじゃない？体質が変わったんじゃないの？体幹がいいね、今。体質が変わったんじゃないの？体幹がすごくいい。体質が変わったんじゃないの？体幹じゃなくて。体幹がね、聞かへんな。体幹が本当にいいわ。本当、いや、その、例えば歩いてて、あ、ちょっと俺背筋良くなってるなとかじゃなくて。あ、そういうのはないですよ。何が起こったんですか？体幹が本当にいい。いや、体幹じゃない。いや、言うこと聞かんな。言うこと聞かんなじゃなくてさ、そうやってさ、誘導尋問みたいなことして、君元警察か？警察じゃない、それは僕は。君元警察やったら俺はそれも体感って言わんわ。ごめんなさい。元警察か？いや、普通に全然普通で。元警察じゃないのに誘導尋問しようとしてんねんな。ガソスタ店員です。でしょ？はい。バイク3台ぐらい持ってたガソスタ店員でしょ、あなた。体感がいいですよね。体感、そうですか。体感がいいみたいで、なんかいい使い方だから、何？跳ねるとかなんか。まあ一番今なんかね、僕んちだけやと思うんですけどね、クーラーが今日つけたらね、バランスボールプルプルプルって震えて、それが可愛いで。じゃあそれやってください。いい使い方はクーラーを今日にしたら、クーラーの今日当たる場所に置いていきなりつけたらバランスボールプルプルプルってちょっと震えるんで、それ見てください。それが一番いい使い方。それ見てるだけ体感も。まああんちゃんの持ってるのはあれでしたね、色。エメラルドみたいな色してました。僕は深いブルーなんで、深いブルーは可愛い。あ、最近帽子とかかぶせたね。ああ、そう。バランスボールに気持ち悪い。可愛いであいつ。変態やん。なんて？変態やん。変態おっさん。髪型変態。変態前髪なし変態。前髪なしで。前髪なしと変態。一応新達さんイメージしてセンター上げしてるから。いやどこで？いや一緒や髪型二人。変態。変態メガネ。変態前髪。プンクだ、脇が。プンクだ、一番やばいやんけ。プンクだ、一番やばいよ。一番やばいよ、一番害を。あ、いたあ、いた先生。いた叩かれた。これは喧嘩じゃないで。これ何？愛。まあ、俺が悪いこと言ってたからな。ということで、安めぐりずむさん、ありがとうございました。なんかその使い方してください。はい。さあ、続いていきましょう。To Fighting Radio。お、Fighting Radio。喧嘩ラジオってことですね。Dear Mr. Ono and Crocky's Taro, I want to become friends with Taro-chan. Today, I tell you about me. Please listen. My name is Jinshu Kairyo. Jinshu Kairyo? Jinshu Kairyo. Please call me Jinkai or JK or 喧嘩レディオ。喧嘩レディオ、はい。しか楽しみがない。かわいそうなやつ。かっこ笑い。ケイン小杉のプログラム。英語じゃなくて。My favorite person is タロちゃん。My favorite food is タロちゃん。My favorite shop is スタミナタロちゃん。My favorite place is タロちゃん。My favorite job is タロちゃん。My favorite comedian is 天使と悪魔。なんでやねん。なんで手やんくさい。いや、タロちゃんでええやん。なんで手やんくさい。おもろいよ、タロちゃんでええやん。From today, 人種改良 and タロちゃん are good friends. And 人種改良 and タロちゃん will be best sex friends. いや、ちょちょちょ、知らん知らん。今年の夏にやり残したことはありますか？なんやねん。Google での和訳？あ、それはちょっと俺がやりました。あ、椎名さんがやってくれて。あ、なるほどなるほど。ここまでなんですね。はい。オッケーオッケーオッケー。まあまあなんとなく意味わかりますよ。まあ意味はわかりますね。はい。今年の夏にやり残したことありますかという。おお。夏ですか？うん。キャンプファイヤーかな。キャンプファイヤーなんかやる？いや、やらないから。ていうか、今年になったら一番最後にやったらいつ？もう、小学生な、あれ、林間学習とか以来じゃない。でもさ、やる人やるよね。キャンプ好きな人もさ、ほんまに最後焚き火してさ、ギターとか弾く人おるよね。そうそう、やる人はやる。俺でも、キャンプファイヤー、最後のキャンプファイヤーで俺、頭に火ついたからな。俺、カレーにむっちゃ土入ってた。その地面に置いてたやつ誰かがそのはしゃぎ回って地面にカレー置くなまず誰かはしゃぎ回って土ついて食われへんかった思い出がある。2人ともじゃあキャンプファイヤーに。俺はいい思い出ない。俺は漫才やったから、キャンプファイヤーで漫才させられてさ、大阪やね、トリオ漫才やったのよ。小学校6年かな。ほんで変に受けてむっちゃウケんねやんか。一番最高潮に盛り上がってボケてないのにふわウケててわって気分良くなったら「ヒー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 」ってみんな言って、俺頭に火ついてる。キャンプファイヤーの前でそら焚き火ボーって燃えてる前で漫才さすってさ、これ虐待よな今思ったら。虐待よ、そんな虐待、そんな営業ないよ。ごま行と一緒やな。ほらいつも金本が行くやつや。金本選手はねうまいこと言って、新井選手がいつももう半泣きやりそうそう、新井がもう引退してもうたからな、涙か汗か分からんぐらいのごま行、ごま行な。ええ、やり残したこと、キャンプファイヤー、キャンプファイヤーですかね。ああ、はい、夏ははい。でも海も行ってない、俺キャンプもしてない。まあまあ、え、もともと別にそんな夏を謳歌するタイプじゃないじゃないですか。大川ってあれ、元メジャーリーグの大川投手。じゃ大川投手じゃないですか。誰ですか？大きな家って書いて大川。誰ですかそれ？ちょっとわかんないですけど。めっちゃいい投手やね。わかんないですけど、その大川さんじゃないです。ちゃうか。はい。いやーそう、まあ外に出えへん。あ、外には結構まあでも焼けたね体はほら。あ、あれちゃん？サマソニにミーザー見に行かれへんかったとか。あ、あれはねしくった。ミーザー見に行く予定やってんな。あなたがね、あなたがずっと嘘つき続けてね。俺が勝った方がいい勝った方がいいって言ったら、いやいやいい、サマソニなんかそんな売れ切ったことないから。もう当日パッて買えるからもうやめときやめときっつって23週間前に全部売り切れてる。もう3日とも全部。でもあれはおそらくねあれでしょ、転売ヤー、転売ヤーが多分いっぱい多分今僕のバイト先のねバンドマンたちもねみんなで仲間募って行こうってなったんやけど、もう売り切れてたからみんな行かれようになって。まあそうでしょう。そうそうそう。で大阪だけがまだやってるっつって、あ、じゃあ追加でなんかやったけどそれも全部外れたっつって。転売ヤーで、ドラテンも毎回転売ヤーで満席やもんね。え、ドラテンも毎回転売ヤーで30枚。転売ヤーで満席なの30枚ぐらいな、取り置き。転売ヤーが来てくれてるってこと。転売ヤーが来てくれてるんだよ。誰も買ってくれんか、もう行くしかない。ええ客やんけ、乗客やそれ。で僕らクソみたいなネタしてね。いいじゃないですか。いいじゃないですか。ドラマもろて来てください。確かにフェス行ってないのが夏のやり残したことですかね。そんな感じですかね、やり残したことは。太郎さんはキャンプファイヤー、僕はフェス。あとでもパチンコ、スロット万枚出せなかったね、今年の夏は。ああ、それね、パチンコがね。僕、夏出すんですよ、万枚。見て買おう。いや、まあまあ、パチンコはまあ、万枚顔。しんさん見たことないでしょ、この顔。僕、万枚出して、この顔するんですよ、万枚顔。万枚顔やな。万枚顔。まあまあ、来年の夏出そうかな、万枚は。これ、Google 和訳でさ、天使と悪魔。天使と悪魔ワークしたら天界と妙丸っていう。お前や天海と妙丸になってる。私のお気のコメディアンは天海と妙丸漢字で何それ。天と海、天と海とあと開ける丸って書いて天海と妙丸。なんでそうなったんやろ。天使と悪魔さんそうおもろいよそら。いいですけどねえジンスカールさん変なジンスカールさんいや英語いいよ。英語いいね。英語は確かにこれは変なこと言ってももしかしたらアビス逃れよ。僕らあんまし学がないからアビス逃れできるかもしれない。できる可能性ある。これ一つの技ですよ。はい。ということで十字街道さんありがとうございました。またお待ちしております。お願いします。さあさあ続いていきましょう。続いて祝30回はい控えめダイナマイト。おあズンズンぽいぽいさん小野さん作家の新谷さんこんばんは。こんばんは。ズンズンぽいぽいさん、小野さん、作家の新体さん、太郎さんおらんわ。ほんまや、俺もこんばんはちゃうわ。太郎さんのこと、普通にこんばんはって言ったけどちゃうわ。太郎さんのこと、ズンズンぽいぽいさんって。俺もズンズンぽいぽいのは六吉太郎さんですよ。これいいことだね。ズンズンぽいぽいで言えば太郎。で、僕は俗に言うじゃない方ってやつですわ。いや、別にそんな小野さんってちゃんと言ってくれてるやん。昔、同期にじゃない方って言われてたな、一人。山本誠っていうピン芸人にね。じゃない方俺たちはじゃない方やからなーっつってよく見つめてもらったけどやめやがったわあいつ一足先にな、うん、じゃない方すぎてじゃない方すぎていやあの人はほんまにじゃない方やったからなマジでなほんまもんのじゃない方やったからその当たりやしとったから後半ちゃんと傷も増えてたわなんか色も黒くなっていったでしょ、ね、じゃあいきますはい太郎さん呼んでね喧嘩ネームウルトラダイナマイトです、はい、最近ありがとう先週はラストメールやって張り切ってたタロヤンのテンションを急降下させるようなメールを送ってごめんやねけどな人はみんないつか死ぬねまだ言うかそれだけは分かっといてなちなみに先週の寿命計算問題は2017年に NHK の番組「チコちゃんに怒られる」のパイロット版で出てきた一番ハードな問いかけやね当時番組ではタロヤンへの質問を岡村さんがチコちゃんにされてて同じように少し憂鬱な気分になってたわそりゃそうでしょうしかも結婚のことや子供のことまで込みでいじられてて見ててつらかったわ結婚や孫の顔を見せたるにも数十日しか残されてないっちゅうのは酷な話やで話やでなそれではここで本題に入らせてもらうな、はい、今週もタロヤンが生きていく上でいつかは役に立つであろう知識を授けてあげるわありがとうございます1、はい、夢であった人は現実で徐々に疎遠になっていく、2ペットと一緒に寝ると心臓や消化器官に深刻な影響を与える病気になる可能性がある、高熱を伴う出血性炎症センペスト心臓に障害を引き起こすシャーガス病猫引っ掛け病などパクと寝るのもええけど気ぃつけや31日に6時間座る生活を続けているとたとえ日常的に運動していたとしても1日に3時間しか座らない生活の人に比べて15年以内に死ぬ確率が 40% 増える4ニュースの事故で報道される全身を強く打つとは腕や足がバラバラになった状態のことを言ういやもうええでちょっと5もうええてご冥福をお祈りしますとは実は冥土かっこ地獄での幸福をお祈りしているので個人に対してとても失礼な言葉6アルコールを普段からたくさん摂取していると医療麻酔が効きにくい体質に変わっていく7朝起きた直後の口内は肛門よりも汚いあらそれはなんかよう言うかも以上タロヤン前回ダイナマイトダイナマイトうるさい言うから控えめにしといたねうるさいよウルトラダイナマイトうるさいってウルトラダイナマイトウルトラダイナマイトって言ってもらってうるさいうるさいってメールに突っ込む方が今回みたいなメール聞くよりも気楽やろ以上質問次回メールダイナマイト通常運転かタロヤンのテンションを下げるメールかどっちがいい？ちょっとね。いや結構テンション下がりましたよなんか。どっちがいい？ダイナマイトの通常運転か。ダイナマイトの通常運転っていうのはそのダイナマイト連発するだけ。そう。そんなもん邪魔よ。ジャンボ鶴田さんのおおって永遠やんのと一緒。いやじゃ邪魔よ。あじゃおおも入れていい。それは俺がやるから。いや邪魔。通常ウルトラダイナマイトパターンか。俺のジャンボ鶴田の王か、テンション下がるメールどれかだけ選んで来月か来週いやそれはいやテンション下がるメールも嫌やなどれか一つ選んで今ジャンボ鶴田にしようかなあ俺のおうというわけなんでごめんなさいねウルトラダイナマイトさんあ、どっちも却下。結局僕がジャンボ鶴田で「おう」っていう回が入るんで、うん、あなたがメール送っても多分結構僕が邪魔しますはい、頑張ってやっちょっとでもこの7個のこれまた僕らのね、地層が増えたよ。まあちょっとご冥福をお祈りします。あ、そういう意味なんやっていうのはちょっとそれはテンション下がらなかったです。勉強になりました、うん、ニュースの前身だいやいやです、ね、ああでもこれ1個まあでもこのアルコール普段飲んでるから医療麻酔効きにくいってやるけど、昔はあれは江戸時代なんていうのは、ね、侍みんな酒飲んで酔っ払って腕切ったりしてたからね、うん、ね、そういうもんですよ。だから太郎さんはもうじゃあ酒飲んで手術受けたいだけの話やから全然問題ないその代わりあれよ、はい、あんまりでも痛かった場合かゆのごとき精子が出るらしいから気ぃつけ。これは江戸時代の本に書いたからかゆのごとき精子やねん。どういう意味？ドロドロの精子が出るねん。なんでかっていうと子孫残さなあかんっていうのでブワーッ射精するらしい。昔の剣士たちはね。いやじゃあちょっと嫌やな。そうじゃあフェス行って25杯ビール飲んだ時にも手術しまったらええやん、うん、それは肝臓の手術やとぶっちゃええけどあなた何してるのってなるな怒られる僕のバイト先の先輩が健康診断の5分前にビール56本飲んで健康診断行って一番最悪な判定が出てむっちゃ笑顔になってたやったったっつってまだ私の母親の理論と一緒やな。その日だけやめても意味ないからってことで、その健康診断なんか常日頃の状態を見せなあかんっつってぶっ込んでいって中学生と同じ肝臓をああ素晴らしいよ。理論的にはそうですよね。その前日やめたかっていうの夢であった人とは現実で徐々にそういうなってこれ謎やな。そんなことあんの？だって俺夢でしか会ったことない人むっちゃおるで。俺はその人といつ会うねんと思ってるけど。何の理論？それでもちょっと面白い。ちょっと気になる理論。うん。ようわからん。芸能人結構出てくるし、まだ会ったことないし。まあいいか。はい。まあウルトラダイナマイトさん、ありがとうございました。頑張ってくれ。非常に楽しかったです。うん。なんか知識増えてムカつくけどな。はい。嫌なことも言うし。まあこの前の実務よりがマシ。まあね、確かに。ありがとうございました。ありがとうございました。ウルトラダイナマイトさん。次回はジャンボ鶴田会なんでお願いします。はい。はい、続いていきましょう。行こうぜ。YouTube 少なめの G シニア2回目をずっと待ってるんだぜ。お？僕らはかつてね。日本クレールと名優の日本クレールで。あれ YouTube の動画を見せるっていう企画があったけど、そこを少なめにしてほしいというね。あんたらの動画じゃないし別にどうでもええわというねそういうふうに撮ろう。そういうことですね。すみません。ではいきます。カーブミラーかと思ったら幻想的なチンポかい。鏡に女が映っとるやなくて金玉ひなが底力発揮して女のことを忘れるようにしとるんかい。何を突っ込んでるの。金玉9面に青い空の顔面が刻印されてるっちゅうことはこれははちみつ二郎のチンポやなエンディングへいよう背振り絞って謎は解けたぜ。じっちゃの名にかけて青い空の花にぶっかけてヒヤ入れ墨肉棒より何どうなってこれ何の歌なんかの替え歌なエンディング分かるしさこれ「ヘイ DJ」じゃないもんな。ヘイよヘイよ背振り絞って謎は解けたぜ。じっちゃの名にかけて青い空の花にぶっかけてヒヤっていう分からんな。全部は分かんないんですけどちょっとエンディングっていう格好してエンディングって書いてくれてるけどこれなんか曲名書いてくれたら歌やったんやけどこれ多分ないんやろな。入れ墨これはちょっと入れ墨入れ墨ちょっとあかんぞこれアビセイトでさらしまくったのがあかんな今までね。これ短編やから結構読みやすいから入れ肉これアビスゲート行きじゃないけどアビスゲートライブで読んだるわ。お前は昔からあるぞちょこちょこと。たまにホームランも出すね。渋いこと言うけど。あ、でも入れ肉さんはね、Gシニア見に来てくれてたってことやね。ああ、ありがとうございます。ありがたい。またね、第2回があるかもしれない、わかんないですけど、まあ Gシニアはね、またやるときあったら、ぜひぜひ来てくださいよ。ね、カーブ幻想的なチンポかい。入れ肉さん、ありがとう、いつもね。何突っ込んどんじゃん、こいつ。腹立つな。しれっとはちみつ二郎さんいじってるし。メドラーせなあかんとこやで。危なかった。危なかったよ。いや、イエニクさん、また次回お待ちしてますんで。イエニクさん、いつもありがとう。ありがとうございました。チース。さあ、続いていきましょう。はい。焦点をおもろいと言ったら、君の感性が疑われてしまうよ。と、鶴瓶に行った上岡龍太郎でしこる、カズレーザーでしこる、頭に三角頭巾を巻いたスケスケの前田健。しこりしこられる連鎖の最果ての、ピラミッドの頂点でみんなにペニコキされてるのが誰かわかりますか？はい。ロックキッズ太郎こと岡崎太郎。なんでペニコキス、なんで私がされるの。わかりますか。はいはい、正解は金田一秀穂先生です。ちょっと待って、ちょっと待って。太郎のことじゃなかったよな。いや、しこりしこりペニコキされてるのが誰かわかりますか。ロックキッズ太郎こと岡崎太郎わかりますか。僕の聞いてるんですね。そのちょっとわかんなかったです。すみません。ピラミッドの上で誰が頂点、ピラミッドの頂点誰ですか。正解は金田一秀穂先生、言語学者です。どなたですか。あ、この人ですか。いや、なんか金田一一族の実地書書いてる方の。そうなの。むちゃくちゃすごいねこの人。知らん感じないね。ハゲてますね。これハゲてないらしいよ。いやいやいや、これ僕らの一番好きなハゲズラのハゲ方と。いやいや、まだハゲてへんってそれ。いや、ハゲてますね。ハゲかけてるっていうことやな。いや、すみません、ハゲてますね。で、読みますね続き。はい。正解は金田一秀穂先生、言語学者です。言語学者さん。女の子って楽しい。そんな言葉を残した金田一先生はみんなのおかず。ちょっとやばない。やばない。マーゴットロビーから高畑敦子までみんなパンツバシャバシャなんですよ。質問です。はい。主義主張のため焼身自殺するならどこで誰に対してやりますか。やりません。私が白人ババアです。ということでね、白ババでした。ね。白ババ。焼身自殺するなら、まあちょっとこれはね、誰のどこ、何でしたっけ、誰のどこで誰に対して、どこで誰に対して焼身自殺するか。むちゃくちゃ最悪な質問やけどな。最悪な質問や。そうよ、焼身自殺なんて一人で勝手にどっかでやってくれって話やからな。そういうことですからね。あんなもん誰か巻き込むんでな。ただかつて、いろんなその差別なのか、この今のその社会に対してなのか分からんけど、かつてね、修行僧がね、レイジャー・アゲンスト・マシーンのね、アルバムになってるやつですね。自ら体に灯油を浴びてね、すごかったですね。体焼いてね、暴れることなく死んでいくというね。そうですね、まあまあ、あの人はそういう思念があったのか。確か、チベットの方のあれかな、確かそういうあれですね。レイジが一躍有名にしたというね。無痛症やった可能性あるけどな。無痛症の人っていうのはいてる。これは僕がね、ずっと一人で言い続けてるんですけど、無痛症やった可能性がある。無痛症って知ってます？痛み感じない病気。まあ神経が通ってないやつですね。あれほんまにあるんですよ。あら、あるんですね。まあでもアンビリバボーでやってた無痛症の少年の話。やってたね、あれ有名なね、歯抜きまくるやつね。そうそう、でもかわいそうやつね。スーパーマンのあれをつって家が飛び降りて。あ、そう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 、僕は痛みともないからってもう。でもね、未だに無痛症やけどね、もうやっぱ。痛みは分からんけど痛いことなんやっていうのをもう脳に教え込んでるっていう。あ、まあだから脳すごいのよ。でも別に痛みは感じてへんねんけど、これやったら痛いとかなるか分かってるからやらない、あえてやらないようにしてる。そう、まあ脳が全てですからね。熱い鍋を持たないとかね。はい、まあ我々はそうですね、焼身自殺なんかしないよ。しないです。我々はね、申し訳ないけど我々は自殺なんかしないって戦い抜きましょう。自殺してしまうとね、こう死んだ後、魂がなくなった後に畜生道に落ちちゃう。そうです、本当にそうです。畜生道に落ちたら終わりなんでね。いろんなね、宗教でも照らし合わせたら全部同じこと言ってるのが、自殺したら生まれ変わりが絶対できないんです。もう一回自殺したらずっと抜け出すまで地獄の下に畜生道っていうのがあるから、そこに行きます。そこに行ってみんな戦い抜かないとダメなんですよ。自分でセイントセイの釈迦が言うてたからな。ゴールドセイントがその下に畜生道。畜生道には行きたくないけど、畜生道は本当ひどい。目開けんね、目開けたらむっちゃ強い。怖いね、あれ。怖いですよ。目閉じたやつが目開けた時一番怖いからな。我々は自殺なんかしないですからね。わかった。はい、目閉じてる人が目開けた時が一番怖いぞっていう話。ああ、わかりました。すみません、これ白人ババアも白馬も覚えとけよ。はい、目閉じてる、日頃目閉じてる人が目開けた時一番怖いから、それ絶対やで、ほんまに気つけて。白人ババア、わかったな、二度とこんな質問してくんないわ。ああ、もししてきた時な、今まで閉じてた俺の目が開く時やから。そうや。俺ももししてきたら白馬にワンパン食わそうかな。いいですよ。俺のむちゃくちゃ速いジャブを食らわす。右ジャブいいですよ。やってもらって全然。はい、全然やってもらっていいんで。こんなおったらもう一回同じような質問来るかもな。白馬場のことや。ということで、白馬場ありがとうね、白馬場いつも。白馬場さんありがとうございました。ありがとうね。変態。さあ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 。ほな、続いていきましょうか。はい、お願いします。公衆便所やサービスエリアのトイレの個室によくある、ここでエロい人妻と会えてやれましたの文言とともに、文言とともに、URL やメールアドレスが書かれているクソ落書き、あるね。かっこ大体小刀かなんかで彫ってあるを見るたびに、はい、面白半分で登録したのかなと思うのですが、本当に出会えてしまった場合、はい、ろくに相手と喋れなさそうなのでいつも思いとどまってしまいます。いや、まあわかる。ズンズンぽいぽいのお二人には前々から興味はあるものの、なかなか手を出せないことってありますか？喧嘩ネーム黒焦げのお弁当箱、黒弁、ね、ありがとう黒弁さんから。いや、わかるわかる。これはいい、なんかだからね、すごくね、あなたいい質問ですよ。これはいい質問。これ僕がいつもね、なんか誰々芝居たるわとこう言ったりするでしょ。僕はね、人の目を見て喋れない人間なんでね、実際会うとね、ガン無視かましちゃうっていうね、悪い癖があるんですよね。そうですね。前々から興味あるもの、なかなか手を出せないこと。はい。ああ、興味あるけどできない。ああ、なるほどね。興味あるけどできないか。あ、俺ずっと興味あるけどできへんよ。何ですか？あれあれ、仮想通貨。ああ、はいはい、それは君ね、ある芸人の先輩にね、ソニーのある芸人さんに先輩にね、教えられて、絶対5000万になるからっつって10万が5000万になるからっつって勧められて、別に詐欺でも何でもないのよ。だってそれで得するわけないから。はいはいはい。で、いや、10万じゃないわ、あれだってもう安くでいけると、1万あったらいけるって言われて、まあまあスタートはでやりたかったけど、アプリも取っていろいろ進めていって、最後に口座の写真やら何やらを取って送るっていうのがあるのよ。あれ一番有名な何？ビットコイン。ビットコインがね、1万は多分ビットバンクや。そう、そこでやっぱ止まってもう口座の写真を撮るのが嫌やなっていう、なんか分からんけど、ずっと残ったままそれで先進まん。アプリはずっと入ってる。まあそう、まさにそれやね。興味はあるけど、そう、アプリはあるんやもんね。ああ、そうか。あなたは？私はそうですね、前々から興味はいっぱい何でもあるんですけど。あ、じゃあなんか一個言っていいよ。あ、興味あるけど言うたらその始めれない。いや、まあそっか。何って言われな。俺英語もそうやな。ああ、はいはい。英語もずっと興味あるけど始めへん。いや、まあこれぶっちゃやばいと思うわ。口だけ番長ってやつやな、多分2人とも。そうですね。お前今度会った時、お前絶対芝居だるからなっつって言っても芝けへんねん。そうですね、芝かな。これっちゃやばいわ。興味あるけど発表すればするほど小物になるぞ。まあ言って。いや、僕はそのやっぱそのなんか読書なんかをしてみようかなといつも思うけど、もう絶対漫画じゃないと無理やし。そうやな。あと自分の好きなんだから、そのヤクザとか暴走族とかスピリチュアルの本じゃないと読まれへんから、そのああいうと興味あるもんしか無理やん。ちょっとやっぱこう読書した方がなんか字が頭に入ってきたら喋りも生きてくるのかなと思ったけど、一向に読書はずっこけ3人組ぐらいから始めようかなと思ったけど。いや、あれほぼほぼ絵本やで。そうなんですか。まあ文字あるけど、ああいうのが分かりやすいから。そこドラクエの攻略本ぐらいから始めましょう。え、ドラクエの攻略本とかから始めましょうかね。あれね、文字多いよ。文字多いでしょ。文字多いよ。縦の説明とかしてるでしょ。それですかね。こんなんでも多分みんなあるんやろうな。いや、みんなあるんじゃない。おのおのみんな時間もないとかあるし、お金も。めちゃくちゃ映画見たいとかあんもんだって。映画は俺もある。映画だって5本ぐらい借りたけど、結局ミント返した時とかあったもんな。なんかわからんけど、別に時間もあんのに。それと俺全然自分が知らん音楽をめっちゃロックギズだろうって言ってるし、聴こうかなとか思ってるけど、やっぱ自分の好きなのしか聴かへんし。そう、それもそういうことか。そういうことや。映画もそういうことやもんね。あなた映画好きやけど、そのなんかそういつは見たら多分めっちゃ見れたりとかするんだけど、そこまでがいかないというね。はあ、なんだろうな、この気持ち。俺な、つらいよな、つらいよな。黒焦げのお弁当箱よ、つれえわ、つれえわ。またよ、送ってくれよ。まあ人間のこの差がというか、あれでしょうね。みんなおのおの何かあるんやと思いますよ。与えられたことしかできないんだよ、人間は。そこね。じゃあ黒焦げ、またな。黒焦げ、君のせいで小野君が戦意喪失したよ。くわっ、あ、すごい。こんなとこで諦めてらんねえ。おお、あ、先生それが来たのありがとうございます。なんか今のでちょっと気合が入りました。学校の先生かな。ほらお前なんかさっきから聞いとったら戦意喪失しやがってメール読め。はい。あ、先生じゃあ読みます。学校の先生が何かですか昔。あ、いや、ホームレスですね。ホームレスかいな。ホームレスのこと先生っていうパターン。あ、僕ねちょっといじってんすよ。はいよろしくないですね。あっち行け。いただきますね。はい懸命続いていきます。懸命逃げろ殺されるね。物騒やな。こんばんは浅井亮です。浅井亮って何。浅井亮って作家さんの本を書く。はい、びっくりした。あ、そうなんですね。呼んで大丈夫な人ですよね。こんばんは、浅井亮です。すごい人ですか。じゃあすごい人からメール来てるわけですね。じゃあ続きますね。電車に乗るとき、右目を強く閉じるんですけど、カニとうんこ。あ、続けます。はい、続けてください。キャンプカーで出待ち行きます。君が好きです。オードリーのオールナイトニッポンを最後まで聞けない。死ぬ死ぬ。炊き込みご飯とアクリルガッシュ。唐揚げにメガネをかける。ほんま作家か。ミロではなくミホでした。は？喧嘩ネームファンファン。死ぬ死ぬ死にたくない。安くて美味しいものを教えてください。こいつちょっとほんまちはる立つなこいつ。ファンファン前も送ってきてくれたけど。そうやね。あ、そうかファンファンそうか。なんかようわからん分を。こいつあれちゃうか、なんか前もなんかようわからん分の変な AI 作ってさ勝手に変な AI に言葉だけ覚えさせて自分で AI やってんねや多分。自分で AI 作ってことを覚えさせたことをメールボタン1個で勝手にメール書いてくれんねん多分。それなりの文になるようにしてんねやな絶対。そうや。安くて美味しいものね。安くて美味しいものですか。 OK。 でももう食われへんのかな。ほらこの間ニュースになりましたね。何ですか。甲子園甲子園球場の近くに美味しい大力食堂ね。ドカ盛りの店やんね。知ってます。カツ丼めっちゃすごいのよ。おじいさんおばあさんがやってる店で実は僕も行ったことあって、そこがね大盛りで安くで食えるっていうのでめっちゃ有名だったんですけどね。はい。もう作らなくなったんです。理由がインスタ映えをするために食わへんのに来て頼んで写真だけ撮ってそれが残して帰るっていうのが多すぎて、もう店主が捨てるためにご飯は作りたくないとやめますっつって。僕行ったんです。当時ドカ盛り好きでね。僕とね、あなたも知ってるドモリの僕の親友いるでしょ。ああはいはい、あの方ね。3人でね行くぞっつって、夏休みに甲子園見たついでに行くぞって甲子園球場までこの近くやっつって面白かったっつって、よしじゃあ聞こうかっつって、小野さんって俺が聞いてくるっつって、大丈夫かって大力食堂行きまして、聞いてくるっつって警備員とこ行って甲子園のどもるな。そんななんですかなんですかあなた大力食堂ですか。なんでなんで大丈夫ですか。わからんなんてもう一回言って。大力食堂どこですか。いや大リーグ食堂なんか知らんわって言われて。大力食堂が大リーグ食堂に変わった。などもりでね。結局野球に繋がってるっていうね。そうですね。いい話じゃないですか。いい話です。美味しかったですか。むちゃくちゃ美味しかった。美味しいんや。残さんかった俺は。安くてもうそこはでももう食べれへんもんね多分ね。普通の量では作ってくれたりするのかな。はいね。まあどうなんでしょうね。あもうそれはやるんじゃないですか。いやでもそれやりだしたら結局大盛りにしてくるやつが出てくるやろ。まあまあお金払って大盛りとかに、ほんでまた写真撮ってみたいな。大力食堂自体が閉店やったらむっちゃ嫌やな。まあでもおじいちゃんもおばあちゃんもお年がお年やったからもう106歳やったな。むっちゃ言ってるやん。そんな言ってはなかったよ。そんな言ってはなかったですね。安くて美味しいもの、もしまだ潰れてないのであれば大力食堂行ってみてください。そうで私はすぐありますよ。私もすぐ終わりますけど。コタンラーメンですね。まあいいよ。日本で一番うまいとされてる。大阪でむちゃくちゃあるチェーン店ね。あれチェーンなんですか。いやチェーンですよ。ナンバーパークスの地下にしかないんじゃないですかあれ。いやいや私が昔ね弁当屋のホットモットっていうね弁当屋でねバイトした時、そこにいたヤンキーの女の子むちゃくちゃすぐタバコ休憩行ってポケットないからってねまたぐらに手入れるおっさんみたいなイカれた女の子はね副店やってましたわ。コタンラーメン。はい。仕事できすぎて。すごいよそれ。弁当屋では全然仕事できへんけど、コタンはラーメン好きやからむちゃできるっていう我々の安くて美味しいものはそれです。ずっとおばちゃんに言われてた、はい、ファンファンこんなやつしてやけどなんかマンゴー汚いそうってずっと言われておばちゃん、おばはんが言うな、おばはん絶対マンゴー汚いわ、おばはんもそんなこと言うな、ほんま嫌やったな。なあ、さあファンファンありがとう、ファンファンありがとう、またね送ってください、待ってます。 AI の分送ってくなよね。じゃあついていきましょう、はい、これは予想やけどクリス松村がヌード写真集出したら、うん、その出版社を放火しても無実やと思う。そんなことないよないよ、予想って言ってるだけだ、ね、まあ予想やからね、うん、続けます、はい、小野さん、太郎さん、新谷さん、収録お疲れ様です。おー、ありす、賢明な太郎さん、賢明やね。ああ、ありがとうございます。賢明だってよね。聡明です。賢明ちゃうわ。聡明です。おい、恥かかすなよ。いや、恥むちゃくちゃ書いてるから大丈夫。一日8恥は書いてるから大丈夫です。とりあえず、1個前にメールを送ってきたファンファンのせいにしとこう。はい。聡明です、私。聡明な太郎さんにどうしても聞きたいことがあり、今回初めてメールしました。ああ、いや、もう全然。質問です。ああ、もう全然答えますよ、なんでも。伯爵と側爵の違いを教えてください。何を言ってるんですか。分かれていいですよ。毒人間ネーム、通称 DNL、毒人間ネーム、ゲリラーメン。ゲリラーメン、DNL。初めてかな。初めてですね、ゲリラーメン。伯爵と側爵の違いだけ教えてもらっていいですか。伯爵は、僕も詳しくは言えないですけど、西洋とかの偉いさんというかね。貴族みたいな。貴族ですよね。側爵っていうのはもうすぐ加えることですよね。おちんちんを。おちんちんを。なるほど。側爵ですよね、それが。ということです。いやもう、ゲリラーメンさん、また次回お待ちしてますんで、ありがとうございました。爵やね。何こいつ。さあ、続いていきましょう。もう何や、あいつ。あいつ何やねん。どうも、ジャンボ財閥。あ、ジャンバツ。リコーダーの穴からちっちゃい手足が生えてきて大変なんだ。気持ち悪い。気持ち悪い。かっこ。お前にだけは絶対そんなこと言われたくない。お閉じる。おマジで。なんだか生きてて楽しくねえやな。未来から来た。どうしたら人生楽しくなるんかしら。あらら。はっ。よし、ひらめいたぞ。なんや。かっこ。実際にひらめいたポーズをとるジャンボ財閥。人差し指を立てて。その上に光った電球が浮いている。電球の中には35歳高秀と全く同じ顔の胎児が入っている。気持ち悪い。その胎児、眼球が脇が臭くて迷彩になっているので、やや好戦的な性格。かっこ閉じるんだよね。もう脇がや。よし、ひらめいた。駅で制服着た女子にだけわざと肩ぶつけて歩き回ったろ。ザク2みたいな肩スパイクつけてな。ザクのな。よっしゃ、行ったるで。っていかんいかん。スパイクが長すぎて刺さった女子学生たちが焼き鳥みたいになっとる。それじゃあ今からジャンボ財閥がトリプルアクセルするから、その遠心力で一番遠くに飛んだ串刺し女学生を着地するよりも早くジャンボ財閥が移動して、そのまたとないフルボキペリスで再び串刺しじゃん。俺のチンコって竹槍。あ、これなんか切れてるか。出ますか、しんさん。出ます。出ました。失礼しました。しんさんのガラケーでね、今ねちょっとやってるね。着地するよりも早くジャンボ財閥が移動して、そのまたとないフルボキペニスで、再び串刺しじゃん。俺のチンコって、竹槍じゃん。もう米兵殺せるじゃん。いや別にあれ。冷静に俺のチンコいっぱい積んで、あ、ゼロ戦ごめん。ゼロ戦に俺のチンコいっぱい積んで、大量投下じゃん。遊戯王のキャラ誰が好きっすか。いや。俺はペガサス。あいつ左目が金玉になってて長髪だけど。めっちゃ強いというふうにね、来ておりますけどもね。遊戯王で誰が好きか。俺、遊戯王読んでないね。俺、ブラックマジシャンしか知らんね。俺もそこまでぐらいしか知らんけど、俺はやっぱ本田君かな。アニメと漫画じゃ、漫画は不良で、アニメは優等生みたいな。本田君って誰？本田君。海馬っていうのは？海馬はもう一番のあれやんね。ライバルです。あ、僕は一番好きなキャラいました。すみません。インセクターハガです。虫使いインセクターハガ。君あれはダイナソー龍崎やるぞ。俺もう誰一人わからない。ダイナソー龍崎。俺だって主人公の名前も知らんもん。主人公の名前何？え？一番古いのだと武藤遊戯っていうのが主人公。遊戯、まさに遊戯。武藤遊戯？武藤遊戯。え？まあ見てもないってことが。武藤敬司じゃなくて？武藤敬司じゃない。ほんま？娘さん綺麗な。あ、でもあれ一人覚えてるよ。むちゃくちゃエロい女おらんかった。主人公みたいな女。クジャクマイじゃない、多分。主人公と同じ髪型みたいな女。クジャク前ね。クジャク前。クジャク前。クジャク前は俺好きやったね。城之内くんといい感じね。あの同人誌でむちゃくちゃ起こされるやつ見たから。そんなばっか見てるやん。俺が何？地図？俺が地図見ようか？俺が地図見てお前が次行く国を俺が教えたろか？すいませんすいませんした。嫌やろ。嫌やした。ちなみにどこに行くます？僕が行く国次。カナダ。カナダかええな。サム41の出身地はやった。でもサム41にはイカさん。ということでね。ということでね。今彼が知らんけど僕は本田君です。あ、インセクター原です。いやダイナソー龍崎です。その辺しか俺も見てへんねん。その辺までしか見てへんねん。なるほどね。はい。僕は全然見てへんから、なんとも言えなかったですけどね。すいませんね。ということで、ジャンバツさん。ありがとうね。また待ってるぜ。変なチンコが竹やりとのこと言うてるけど、変なこと言うな。なあ。アホ。ザクツみたいな肩スパイクは俺好きやね。あと、なんかわからんけど、最近俺のことを高秀って呼ぶやつ多いねんけど、やめて。下の名前呼ばんとってマジで。ね。じゃあ続いていきましょう。よいしょ。件名、殴り込みシックスセンス。お、なんだ。プンクタン、プンクタン、タロヤン、タロヤン、真ん中ハゲ、真ん中ハゲ、こんばんだり、こんばんだり。真ん中ハゲはええと思うね。シンさんですよ。真ん中ハゲ。ぶっちぎりなんでね。プンクタン、タロヤン、ええやん、ありがとうございます。タロヤン、あのね。はいはい、なんすか。マーメイドは、人間の部分と魚の部分の境目が一番おいしい。いや、気持ち悪いよ。手の赤い犬は、うまい。は？パグは？パグは美味しいの？いや、パグは食べ物じゃないんで。パグはね、皮がぶよぶよで、溝に汚れがたくさん溜まってるから、よく洗って丸1日干すんだよ。そしたら可愛い一夜パグ。じゃあ、タロヤンは？タロヤンはね、蒸し暑い日々が続きますが、お二人は体調を崩れていませんか？ライブにバイトにネタ作りと多忙かと思われます。お体ご自愛くださいませ。お二人は、何か健康のためにされていることはありますか？はい。喧嘩ネーム、人の気持ちということで。はい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 。人肝さんですわ。人肝さん。パグは食べないよ、パグは食べないよ、絶対。僕はあのバランスボールですよ、やっぱ健康のために。ああ。はい。まあまあ、あと半身浴ね、最近。ああ、いいじゃないですか。始めましてね。あ、私もそれに近いですけど、2週間に1回ぐらいです。ほんまはもっと行きたいですけど、サウナ好きなんでサウナに行きますね。あ、サウナ行ってんの？はい、僕代謝よくしてサウナ行ってます。サウナと一緒の効果あるけどね、半身浴って。まあサウナの方が僕は昔から好きなんで。いいかんでいいよ今後。いや別にサウナの方がいいんで。2週間に1回ぐらいのレベルやろ。高井戸の美しの。高井戸までいかんでいいよ別に。ほんまはもう3日に1回行きたいですけどね。サウナ行きたいですけどね。3日に1回でも少ないけどな。毎日やりゃいいやん別に。たけしさんとか毎日やりゃいいんだね、ビートたけしさん。まあまあ毎日やるお金もねないんでねサウナちょっとね。バイトしちゃえやん。な。脇が。おい、代謝良くなったから臭いんかな。いや違う違う、昔代謝悪い時から臭かった。代謝良くなってから臭なった可能性もある。太郎がな。いや俺じゃない。太郎が臭い。プンクタンは脇がやからね。プンクタンは脇が。僕はねあれなんですよ、ね、半身浴してる時携帯持ってって動画を見るんですよ。ちゃんとパウチしてね。あ、はいはい。あ、なんか1日水を2リッターの水、お茶でもいいかとか、水分をめっちゃ取るようにしてます。あ、でも2リットル飲んだらいいらしいよ。2リットル飲むように頑張ってしてます。でもそんな、おお、もうすごい出る。え、精子？いやいや、精子はそんな出ないです。精子はそんな出ないけども、おしっこはすごい出ます。あ、おしっこ出る？はい、おしっこすごい出ます。もう水2リッターやったら。おしっこ、俺でも、いかんとき全然いかへん。この人はいかへん。うん。全然いかへん。あ、隠れていってるけどな。何なんですか？そんなお前、田村正和ちゃうねんから。ひどい前で便所とかおならせえへんとか。安倍首相むっちゃいくらしいで。いや知らんよ、代謝いいん。健康はそういうことですかね。ね。まあありがたいですよ。ね、バイトとかね、きっかけてもらって。ローをねいらって大丈夫ですかって。ありがとうございます。まあまあパグ食うって言ってるから。まあやばいやつやな。許さないですよ。こいつマジでやばい。許しませんよ。シックスセンスも結局関係なかったし。そうやな。まあ関係なかったな。やばいやろ。ケーキやばいやろやばいやろ。クソがまた送ってこいよ。クソみたいなメールまた送ってきてくれな。俺たち感情を殺して読むことできんだ。ありがとな。さあ、ついていきましょう。オッケー、来い。ズンポイのスーパー芸能ゴシップコーナーで。好き好き、そんな。うわ、仮面対この前のやつや。はくなはくな。協議の結果、アビスゲート行きとなりました。送ってくださったペコちゃん、かっこトリスさん、ありがとうございました。そして、悔い改めてください。あらら、はい、アビス来ました、今日も。ペコちゃん、トリスとか。ポコトリスでしょ。ポコトリス、あいつや、もう、あいつは多いな。毎回名前変えて、アビス行くな。俺はね、名前変えるんやったらアビスを免れろ。もうアビス入るコツ知ってるわ。いや、いらんねん、そのコツ。コツ知っとるわ、これ。これはね、まあ、そうですね。まあ、名前を使って、ヤクザ、ヤクザ、そう、喧嘩売りたくない人に売るもんではないので。というね、感じなんで、まあまあ、ペコちゃん、またお待ちしてますよ。10月26、アビスゲート、そうよ。オンラインとやるから、君はもう、よかったな、これでこんかったよ、お前。来てよ、ペコちゃん。そうやで、オールナイトやから、みんなね、アホほど酒飲んで、その日のことは全て忘れましょう。忘れましょう。ね。さあ、続いていきましょう。続いていきます、どうぞ。この前、チャリ乗ってた襟足長いガキが、すごい勢いで、小じきをしゃいでたけど、あれって普通に犯罪やんな。犯罪よ。しゃいでるって分からん。まあなんか蹴るとか分からんけど、犯罪でしょ多分。前田明に公開認知された多重債務デブ。お気に入りのデリヘル城から脇草くんにくんのあだ名で NG くなってるハゲデブ脇がの小学生 YouTuber のオフ会に無断で参加し、怯える女子児童を置かずに真顔で白米行ってる性癖破綻者、こんにちは。もう誰が誰かも分かれ。大体は分かるけど。はい。続けます。続いてください。はい。使えねえババアを正攻法のパワハラで退職に追い込んだ喧嘩ネーム、セキリご飯です。ああ、セキリ。メドローアとメドローアが腐りきってる、産むことすらできない機会は邪魔なんですな。先におデブちゃんたちに伝えておかなあかんねんけど、このメールな、ただハゲデブに脇草くんにくんって言ってやりたかっただけやから、これといったネタも質問もないねん。せやからプンクタンもセンターケンも巻き添え事故で釜掘られた形になって、俺やん、やっぱハゲデブ犯人やね。あ、そうそう、プンクタン膝治ってよかったな。芸人体が資本やから無理はあかんで。今週のマイルド軍団チャンピオンシップ期待してるからな。そっか、関西の人か。ほな、言いたいことも言えたし、ちゅうことやから、次のメール、行ってええで。何やねん。何をお前、MC すんなよ。誰がすんなや、お前。何やねん。誰が脇草くんにくんやねん。要するに、太郎のことを言いたかったよね。言いたかっただけで、君らにちょっと、ごめんねってこと？お気に入りのデリヘル城から脇草くんにくんのあだ名で NG くなってる、ハゲデム脇がの神。この脇がの神も、漢字やねん、全部。脇が、いや俺脇がちゃうねん。脇がやてプンクタンやねんって。気づけて。プンクタンはプンクタンであり脇がであんねん。じゃプンクタンはほんまにいいやつ。それで終わり。プンクタンは脇がやねん、ほんとに。プンクタンは普通にいいやつで終わり。プンクタンはくせえのよ。いやいや脇が太郎やん。はい、面なるだけがやめとけ。センター脇もよ。じゃあ続いていきましょうか。関根ごはんさん、またお願いします。質問ないもんな。ありがとうございました。はい、さあ続いていきましょう。はい。一人ごっつの格好をして永遠と灰皿大喜利を答えるメドローア。あ、ダメです。小野ちゃん、太郎ちゃん、こんばんは。怖い人です。マンコガパオライスやけど元気してた？マンガパー元気よ。あんな娘が生まれたら千夏って名付けよう思てんねん。千夏いい名前や。まだ幼かったわしの目の前まで露出狂が局部を見せながらそう言うてん。あれからやねん。乳首が古傷ぐらいでかいうちのおとんが会社辞めてマグロ漁船に乗ったんは。辛いですね。1年ぶりに帰ってきたおとんになんでマグロ漁船に乗ったんか聞いたら、なんやセリフを思い出すみたいな言い方で、ちゃうねんちゃうねん、クレヨンしんちゃんの漫画卒あるぐらいコマあるからたぶらかされて言うとったわ。わしあん時ほど雲入らんかったことを後悔した日なかってん。おっちゃん見たくなりとうなかったら勉強しいや、はい、これ言うやつ自虐でもなんでもなく全員終わってんの。どういうボケやねん。まあでも不動産会社に勤めてる男で手間のこと内見言うやつそら出世するわいなそれはおもろいなそいつはかっこ6キッズが最後の余計やねと言って急に今週の全メールに点数をつけ出しこの世のお笑い班から総叩きを食らういや最後の別に余計ええやん質問ええやん何よこの前スーパーで浜野番長こと三浦大輔そっくりの爆乳が株も商品も何も持たずにゆっくりレジを通ったのですがあれは政府が出した新しい法案ですか？どういうことや浜野番長の三浦さんは男やしそれそっくりの女ってこと爆乳がカゴも商品も何も持たずにゆっくりレジを通ったらしい別に別にそれは新しい法案ですかという質問ですけどね新しい法案ですよ法案ですか法案ですなるほどね三浦大輔の浜野番長の顔で爆乳ってことはもうなんかもうそうやなきついなやっぱきついよ兵器やからなほぼきついよほんまにリーゼントやしな絶対ということでね政府だし法案でいいですよね小野さんもあれははいもうだってよう分からへんもんねこっちはまあ太郎さんはその時食らうんでねわしがちょっと調子乗っていらんこと言ったら最後の余計やねっていうああいうのいらんのそうな言ったらあかんよはいということでねどんどん言ったんで漫画家さん今週もありがとうございましただったらこの質問いらんで最後いやほんまいらん最後まで大喜利試してくる大喜利すんのまあ貪欲やな1本とか見とけ今ねちゃんと見とけさあ次がラストのねあラストですか戦い抜きましたねありがとうございますねいきましょうお願いします世界不思議発見あ好きよパチンカスとパグンカスこんにちはああ私がパグンカスでしょうな今回は喧嘩ラジオ最大の謎に迫りたいと思います何ですか喧嘩ラジオ最大の謎それは、はい、このラジオの名前が喧嘩でひらがなで喧嘩ラジオなのかはいはい漢字で喧嘩ラジオなのか誰も分かっている人がいないということです世界七不思議の一つやまず YouTube の動画タイトルはひらがなで喧嘩ラジオなのですが、はい、チャンネル名は漢字で喧嘩ラジオですそうかしかも前回の第29回の告知ツイートを見てみると、はい、パチンカスはあ俺ね漢字で喧嘩ラジオと書いている一方で、はい、パグンカスは、はい、ひらがなで喧嘩ラジオと書いているではありませんかはいはいそうですねオールナイトアビスゲートもあるしこの喧嘩ラジオ最大の謎解き明かしておきたくないお喧嘩ネームキルモー風ということでおキルモーちゃんいいとこに目がつきましたねなるほどねこれ確かにそうなんですよ私確かにずっとひらがなでやってましたあんた喧嘩でやってました僕はずっと感じでねこれ派閥が分かれてるんですよひらがな派としんさんはファイトラジオかファイトラジオファイトラジオ全員意見ちゃうんか三国志やがなこれいやいや僕はねもう漢字で喧嘩って書く理由があっていや最後も喧嘩するしさ喧嘩しようや喧嘩の動画見たりとか、喧嘩好きな人間がひらがなで喧嘩はないと思うんですよね。喧嘩って漢字で書いてある喧嘩道とかあるじゃない。ね今アプリとかでも全部漢字。いや漢字で喧嘩って書いてある。子供の喧嘩やないんやから。ね砂場でやりますかって砂場で遊具の取り合いでもしますかって話。青いですね。青いですね。地球ぐらい青いですね。青い果実。吉川エミリーが出した AV 赤い青い果実いじってる。それは知らん。青い果実いじってる。それは知らん。いじってない。青いなと思って。私は青いね。正直俺は過激ラジオじゃないですか。正直ね。なんて毒人間のせいで過激ラジオじゃないですか。ひどいもうひどいありさまですよこれ。世が世ならもう3人とも犯罪者ですよもうこれ。これ読んでる時点でもそれをしかも YouTube に上げて公開するなんてこんなもん犯罪の助長してるようなもんですよだからこそ喧嘩は漢字にせずひらがなにして実は柔らかいラジオですよと思わしてねむちゃくちゃおもんないなお前何がやねんよマジで何をダラダラ喋ってるからひらがなにして優しい感じを出してるんですよ私はマジで何を言ったのなんで柔らかくすんねんそうやっぱ喧嘩感じてみてやっぱ怖いなんでも喧嘩買いますって言う最後俺はわしは逃げも隠れもせんはい、送ってこいや喧嘩買うでって毎回言ってほんでピリって柔らかく柔らかく豆腐のように柔らかくしたいな思ってますいやいやいやそんなねひどいひどくはないよひどいひどくはない君は青いね。お前はマシュタン。お前今日からマシュタン。何でそれ。マシュマロでマシュタンじゃん。お前は今日から。プンクタンちゃうんか。お前は今日から。俺はプンクタン。俺マシュタンか。お前は脇がのマシュタン。脇がちゃうんだ。脇がは君や。脇がは君。お前はもう全然理にかなってないことさっきからうんたらかんた言ってるだけ。これなんかどっけになあほら。やりましゅ。やりましゅ。お前はマシュタンやんけお前。やったぞこらお前。マシュタンやんお前。お前はマシュマロ。お前はマシュマロに脇が。何やマッシュ、マッシュ、トッシュ、マッシュ、ハッシュ、お前はマッシュだ、お前は脇がでマッシュだ、分かったか、やりましゅ、やりましゅって言えばいいの